BMW118i M スポーツ乗っていきましょう。2020年式の新車価格413万円のお車です。高速道路をハイスピードクルーズしたり、ワインディングをアタックしてみたり、下回りを覗き込んでみたり、いろいろと試しながらドイツ車の秘密を解き明かします。 M135i の方と混同されがちですが、こっちは通常モデルと同じエンジンである 1.5 リッター直三ターボの FF、630万円の M135iX ドライブの方は306馬力の2リッターターボを搭載しています。ガソリンとディーゼルの選択肢のほか、サイレンカグレードは360万円ほどから購入可能。エントリーモデルとしては標準的な価格設定ですが、走行性能は度肝を抜くレベルにあります。シャシーはミニと共用ですが、走りと内装の仕上げは胸を張って BMW を名乗れるもの。足の動かし方やハンドリングのセッティング、開発陣が目指した方向性やドイツの文化、複合的に見ていきましょう。それにしてもいい青色ですね。巷では青脇モータブルーとか言われますが、この BMW は鮮やかでキモくないです。ライト故障してるぞ。これパーキングライトっていうのよ。路中の際にハザードでも三角表示板でもなく、片側のポジションだけ光らせ続ける機能ですね。さて、先に内装から見ていきましょう。美しい車内空間です。 P のところを押すとパーキングライトが光ります。メーター内に表示が出ましたね。オフで切れます。青色のアンビエントライティングが入るのですが、運転の邪魔はしないんですよ。いい塩梅です。新型プリウスだとちょっと目障りだったもんな。非常にわかりづらいことに、ETC はミラーの裏ですね。この向きで挿入します。ここのディスプレイだけ2000年代前半みたい。OK ならずっと緑色に光ります。それでは細かく内装を見ていきましょう。まずステアリングのレザーの肌触りが非常に良くて、表面はすべすべでしっとりとしており、握り込むともっちりとするんです。内装も全体的に美しさとかっこよさ、先進性を感じられるものとなっており、この内外装だけでも値段以上に感じます。ただ早速不満というか弱点なのですが、全体的なボタンの質感と操作性が、ちょっとよろしくないですね。ボタンを押すとパネルがぐにゃぐにゃ歪む感じがして、いまいちクリック感がないです。押した音も触感相応なものであり、走行時の操作性も悪化させています。この数字の並びは表面を撫でるだけで、何が登録されてるかわかるので忘れなくていいですね。さてセンターコンソールなのですが、全体的にボタンが押しづらいしわかりづらい。走りのメーカーとしてはいいとは言えないです。ボタン同士の仕切りが曖昧で、押し込んでもぐにゃっとするだけ。先進性こそ感じるけど使い勝手は悪いです。マツダ車の方がよっぽど、使い勝手とデザインのバランスがいい。そしてこのシフト、右側のボタンを押しながら、上下に動かしてギアを切り替えます。ちょっと上に倒すと N。真上はリバース。アラウンドビューモニターはないみたいですね。400万円の車ならつけて欲しかった。B はこのボタンなのですが押しづらいです。なんでこんなクソみたいな場所につけた？初見だとちょっと使いづらいけど、見た目はかっこよいし先進的に感じるし、慣れの問題なので置いときましょう。ちなみにこのグレードだとパドルシフトはないです。アイドリングストップのオンオフボタン、長押し不要で反映され、すぐ押せる場所にあります。マニュアルレンジだと常時オフっぽいな。ブレーキホールド付き電動パーキング。そしてここが走行モードなのですが、正直言うとこれクソですね。仕切りが小さすぎるし手元にありすぎるし、ブラインドじゃ絶対に押せません。お前それでも BMW かよ。スタートボタンは溶け込んでますね。カップホルダーの間にシガーソケットと USB ポートを配置するスタイル。非常に合理的で真似されるべきものですね。ここにはスマホをさせるスペースがあって、様々なサイズをガタつかせずホールドさせるためか、やけにぐにゃぐにゃとしています。ワイヤレス充電はないようです。助手席のシートは座面の長さを変えられるものとなっていますね。エアコン操作についてですが、まずボタンが小さすぎるというのと、温度と風量が隣り合っててわかりづらいです。オフボタンなんか共用のせいで、押すんじゃなくて上下どっちかに動かす方式だもんね。一番よく使う温度と風量と風向、それが中央で同じ色ともなると、走行中のブラインドタッチがむずいです。物理ボタンなのは素晴らしいけど、ボタンそのものが小さいくせに、それをさらに上下に分割するのかよ。というかこれ、シートベンチレーションついてるっぽいですが、ナビないから操作するんですかね。全体的な BMW の内装の作りとしては、見た目にはかっこよくて先進的で高級感あるけど、乗っていると使い勝手に不満が出ます。あとライトの操作パネル、夜間に右の窓に映り込むんですよ。ちょうどミラーにかぶって邪魔です。見かけを優先するあまり、使い勝手を損ないまくってます。鍵を持って近づくとライトアップされて、さらに近づくと自動で解錠。この演出は素晴らしいけど、こういうのばっかでバッテリーを食ってるのは個人的にはいい気がしないですね。バッテリー節約モードとかないんでしょうか。長くなってしまいましたが、出発して参りましょう。窮屈な立体駐車場を出ていくのですが、このゲート出た後の左折が、何も見えなかったんですよね。車体サイズは前後に 4355mm で、横幅は 1800mm。乗りやすいサイズに収まっているのですが、
ここが全然見えねえ。そんなに丸っこいようなボディ形状でも、車体がでかいわけでもないんですが、今の左カーブ、完全に噛んで抜けることになってしまいました。日本の軽自動車やヤリスのようなサイズ感を想定して乗ると、ちょっと大きく感じる場面はありますね。こういう時は着座位置を上げると乗りやすくなることが多いのですが、いまいち改善せず、すぐ押せるところにアラウンドビューモニターがあれば、過剰に神経質にならずに行けたんですがね。まあサイズ的にはそこまで大きくないので、慣れの問題ということで収まるでしょう。車というのは丁寧に乗るものですよ。歩行者は大丈夫そうですね。おい、ウインカー左だぞ。こういうところだけミスる。しばらくは人通りの多い繁華街だし、慎重に行きましょう。最初からいきなり不満なのですが、アイドリングストップ関連の制御がどうしようもないですね。マツダ車のように、停止してからさらに、ブレーキを奥まで踏み込むことで初めて作動するものならよかったのですが。今の動画のように、止まった瞬間に切れちゃうので非常に使い勝手が悪いです。しかも再始動の瞬間に、むちゃくちゃ大きな振動が来るんですよね。エンジン始動と同時にオフにしたり、車外品のキャンセラーを入れる人の気持ちがわかります。カーナビは拡大縮小すると地形などの見え方が変わって、場所を把握しやすいように見えますね。都会は相変わらず治安が悪いですね。お猿さんの人権を守るためにも、慎重に走っていきましょう。私の住んでいる岐阜の方にも、お猿さんがよく出没するスポットがあるんですよ。特定の時間帯に行くと、歩行者天国みたいに何十匹も車道でくつろいでるので、同じようなものですね。今はエコプロモードで走っていますが、再加速が遅すぎて使い物にならないですわ。なんだなんだ、なんか事故ってんな。なぜだ？ここ何キロも3車線の直線が続く、ただの大通りだぞ。黄色信号で律儀に急ブレーキでも踏んじゃって、110キロで流すやつに突っ込まれたんですかね。そこら辺は東京の方がひどいぜ。ストリートレーサーみたいな運転は、ドイツのセダンが圧倒的に多い。市街地でそういうことをするのは神経に欠陥がありますが、今回は車側の秘密がテーマですからね。個人的には足回りの動かし方、ここを最重要ポイントとしていきます。そういえばですね、このホーム画面に任意のイジェットを割り当てられるそうです。走りに関する表示はあるでしょうか？スポーツ表示とな？こんな感じでどうでしょうか？ G メーターやパワーモニター、走行距離や区間燃費が出ていますね。ちょっと一時停止。丁寧にブレーキ踏んだのにまた切れやがったよ。ただこの1シリーズ、ドイツ車の中ではかなり乗りやすい方ですね。車体サイズがやけに大きかったり、ブレーキが踏み始めからドカンと来たり、シフトショックがあったり、設計速度が高すぎるのか、快適性との両立を考えていないのか、そういう不快な車種は少なくないのですが、この1シリーズは足が硬すぎず、変速ショックもアイドリングストップ以外になく、誰にでも乗りやすいものとなっていますね。ハザード脇のこのボタン、車線逸脱アラートなどの運転支援機能を、ワンタッチでオンオフできる優れものです。スポーツ走行時は勝手にハンドルを切ってきて邪魔だけど、普段は念のためつけておきたい。そんなハンドル系のアシストが、メーター内の設定メニューから長押しが必要だとか、そもそも停止中しか操作できないとか、どれだけ探しても出てこないとか、そういう不便な車種が多すぎる。この BMW はハザード脇のボタンを押すだけでそこら辺を切り替えられるので、ここの使い勝手は素晴らしいですね。ただハザードが左側にあるの、左ハンドル用のパーツをそのまま流用してるんだよな。価格の割には右ハンドルへの最適化は頑張っている方だと思います。街乗り領域の乗り心地の話をする前に、この車のリアの、サスペンションアームを見ていただきたいんです。横方向へのアームの長さが、なんかやけに長いと思いません。しなやかに動いて快適だけど、超高速域でもビシッと安定する。相反する二つの要素を両立するような足の動きに、このアームの長さが関わっている気がします。この特性が最も顕著に現れたのは、名古屋の都心環状の直角カーブです。ここは旋回中に段差をガタンと超える、かなり危ないスポットなのですが、コーナリングスピードが速いですよね。乗ってきた車の中でも過去最速でした。運転していても違いは明らか。具体的にはですね、段差をガタンと乗り越えて、サスペンションが押しつぶされる。というよりサスペンションアームが動きながら、アウト側のショックアブソーバーが押し縮められていく。普通のショックアブソーバーは、そうやって縮み切った後に、数回は波打つように上下しながら抑え込んでいきます。しかしこの1シリーズのショックアブソーバーは、最初の1回目の突き上げが終わる頃にはもう、上下動を抑え込んでしまっているのです。これによりうねった路面でも、足がふわふわと動き続けるようなことが起こらない。減衰がギチギチというよりは、アーム類のゴムブッシュ、そこもショックアブソーバーの一部と考えて、ロアアーム30度分くらいは動かすけど、そこでビシッと押さえてそれ以上は暴れさせない。そういう足の動きをさせてやることで、スピードを出しても一切ふらつかないような、安定性が実現しているのではないかなと感じました。ここで鍵になるのがアームの長さ。
同じ角度でも、アームが長ければタイヤが上下に動く距離も長くなる。これがおそらく、より多くの足のストロークを確保することにつながっており、快適性との両立が実現できる理由の一つ、そういうことなんじゃないかなと、走っていて思いました。スピードだけはむちゃくちゃ出てるんだけど、これっぽっちもふらつかないで突き進んでいく。安定性のために足は絶対に固めないといけないんだけど、安定性が優先なんだけど、それでいてゴツゴツと来ない足回り。その秘密がやっとわかった気がしました。ただですね、過剰すぎます。周りの2倍のスピードで走れるんですが、運転手の損耗も2倍のスピードで進む感じ、あっという間に追いついてしまったのですが、こうやって詰まって速度を殺された場面で、むちゃくちゃにストレスが溜まってしまうんですよ。どれだけ自分の乗り物の高速性能が高くても、法定速度は高々80から100キロ程度。周りの車は止まってるような速度でしか走らない。日中なら諦めがつくけど、せっかく深夜帯を選んで楽しい道に来て、前を塞がれると尋常じゃないくらいストレスが溜まる。走るスピードが2倍、疲れも2倍なら、遅い車に対して感じるストレスは、20倍くらいいくかもですね。いろいろな車と走行ペースを使い分けられる私が乗ってこれなのですから、そりゃドイツ車乗りの運転はああなるわ。テスラとミニもな。150キロくらい出してもコーヒー片手にゆったりできるけど、これはちょっとやりすぎですね。日本で乗る車として、さすがに設計速度が高すぎる。走りに対して硬派すぎる。こんなシャシーとハイグリップタイヤに、人間が置いていかれるような加速力までつけて、270キロで一般車に突っ込んで殺すつもりですか？この1シリーズはまだエンジンが遅いから危ない領域に入りづらいけど、巡航できる速度が周りの車に対して速すぎる。ブレーキ容量は足りてる方だけど、アクセルを踏みすぎないという方向性での、運転のうまさが求められるシャシーです。まあ軽自動車で追い越し車線に来るよりは、これで160キロくらいに抑えてクルージングする方が安全だな。プリウスと違うのは、下り坂での重力ブーストを借りなくても、それくらいの速度は出ることですね。というわけで戻ってまいりました。足のストローク量を、ロアアームの長さで確保するような足回り、これが街乗り領域だとどうなるか。簡単に言うとですね、快適性は担保されるけど設計速度が高すぎです。揺れはストンと収まるので、長距離ドライブでは逆に疲れなさそう。段差を越えた際に足回りは、ある程度動いてくれますが、ゴツゴツとは来てしまいますね。細かい段差が連続するような区間では、断続的にビリビリだんだんと揺れ続けてしまうような印象があります。耐えられない感じではないですが、設計速度が無駄に高い弊害が出てますね。そろそろ加速性能テストと参りましょう。車両重量1390キロに対して、140馬力、220ニュートンです。140馬力なので、特段と速いわけではない。このままブレーキテスト。このブレーキすごいですね。全然フロントタイヤがロックしない。都心環状をコーナリングしている時も感じましたが、普通にタイヤのグリップ限界が高いわ。あのシャシーにこのグリップのタイヤがあるから、ブレーキでがっつり抑え込んでもロックしないし、高速でコーナリングしてもタイヤがピンチにならない。絶対的な制動力は市販車最高峰ですね。その分油断してるとズドンと来ちゃいますが、丁寧にブレーキを踏んでやれば、そしてアイドリングストップを切ってやれば、快適性が損なわれることはあまりないです。というわけでハイペースでうねった山道を流していますが、ハンドルにもだるさがあまりないですね。威圧感を与えないために端っこに寄ってから抜くようにしていますが、いつも以上に操舵感はシャープ。段差を越えた際にも思い切り持っていかれてしまう感じです。高速域でも的確に操作するために、ハンドルでもだるさを削ってあるようですね。このせいで一部の国産車では感じられた、放っておいてもそのまま進み続けるような、生き物っぽい印象はありません。どちらかというと与えた入力をそのまま、与えた分だけ素直に動く、精密機械のような操作感。このだるさがない感じが、2倍の速度で乗り手の消耗が進むという評価になるんですね。というわけでサナゲグリーンロードの、みんなが魔のカーブとか呼んで、お化けのせいに従う区間に来ました。ご想像の通りですよ。車重は重すぎないしタイヤのグリップ限界も高い。何の危なさもないですね。そろそろハンドリングについて見ていきましょうか。フロントミッドな縦置き FR だった先代とは打って変わって、横置きエンジンの FF となりました。しかしニュートラルな旋回フィールが味わえるようにセッティングされていて、そんなに悪い感じはないですね。テスラのモデル3やトヨタのミライのような、アクセルを抜くだけでノーズがスッと入るような、そんなレベルのニュートラルさにはさすがに及びません。でも切ったら切った分だけグイグイと曲がる、楽しめるハンドリングです。タイヤグリップをしっかりと使い切りに行けるような感触を味わえます。
というわけで BMW の1シリーズ、シャシー自体はミニと共用でも、BMW として作られていましたね。全体的な感想としては、価格帯を忘れるほどのものを持っていますが、設計速度があまりにも高すぎる、高速性能をどのように実現しているか大体わかってしまった今となっては、高速で走れるイコール優れているという評価基準が謎。日本車の走りの質が大きく向上した今、ドイツ信者が思い込んでいるほどの優位性はないように感じますね。内装の使い勝手とか、ほとんどマツダの介護官だったしな。ハンドリングと足のバランスはいいんですがね。高速道路で200キロとか出さない限り、過剰スペックで値下がりが激しい部分に、何百万円も無駄金を出してる感が否めない。私は好きですけどね。よいしょ、グッとハンドルを切っても前がグイグイと入っていきます。SUV が台頭している中では、なおさら光り輝く安定性能でした。といったところで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。